今日は令和元年9月の6日ですが、白川郷にやってきました。いつも通過するんですが、釣りを早めに切り上げたんで、お昼前に白川郷を見てみようと思って今やってきました。で、平日なのに観光客が、ね、たくさんいます。で、駐車場も満杯です。料金が後払いなんで分かりませんが、結構いい値段だと思います。これからちょっと観光しますが、案内地図をもらいましたが、どれくらい時間かかるか分かりません。このまず橋から、清流橋、出会い橋って、ここから歩き始めました。これが出会い橋です。外国人がいますね。なんで喋ってるか分かりません。中国人はね、しっかりしてる。ゆっくりどうぞ。高いですね。これはすごい人だ。やり始めようかな。やっぱり日本人は右側通行なんですね。これがショーカーです。昨日この源流を釣りに来ました。こんなに、ダムの今頃このダム湖の下流はこんなに水量が、富山湾に流れ込んでる。やっぱり釣り橋だ。揺れます、ね。釣り橋です。揺れます。揺れてます。渡ってきました。ちょっとすれ違うな、すごい。出会い橋、延長107メートル。これからどこ行くんだ。見上げて、大事の酒なんてね。普通の家もあるようですね。普通の家もあります。ここの民芸品で買わなくちゃいけない。若干水に浸かっても大丈夫。でも格好悪い。あちらの声の人が多いんですが、アジア系の人だと思いますが、ね。どこを見ればいいのかな。この番号で、これがこの白い道路か。これが広い道路ですな。然后人家都没在做活，就是韩国人就辛苦了。
うまぁ。うん、あの奥にあるのは妙殿寺ですな。妙殿寺。あ、妙殿寺ってこっちだ、これだ。あ、妙殿寺ってこれですな。向こうに見えるのはね、白川八幡神社だ。あの大きい建物が白川八幡神社。で、これが妙殿寺。妙殿寺。ちょっと近すぎた。妙殿寺。妙殿寺の門です。1階、2階、3階建てになってるな。3階建てです。田んぼもあります。妙殿寺、これ5階建て、徳川松木県です。有権してみたら、有権かな、おにぎりの大人300円。まあ、せっかく来たから入ってみてみようかな。だいぶ良くなった。うん、300円。骨董品に来て、牛でね、3本引いてるなんて。万能っていうの、名前知らなかった。除草機だ。あったな、ホステル。これビデオを撮るけど、脱光機だ。脱光機珍しい。これもしっかり、お酢、キウス、飲みすり、ドロウス、これはなかったな。あ、これはあったな。もみ殻を飛ばすやつ。もみ殻を飛ばすやつ。トミ、これもあったな。これも最高の名前を知らなかったけど、カンマス、古い懐かしい名前だな。おひつ、全箱。NHK でね、トーマス。あ、やってた。俺はそれ。コメビス。
ちは。なんか、鳥羽記念の簡単な説明をパッと出してください。ただ、枠にお写真、お客さんのお写真が入ったものを1枚、鳥羽記念として連絡しています。よろしいですか。後ろ、ラジオ作りの建物背景に塩、俺塩からにがりを取ると塩の入ったカマスを乗せ染み出してきたにがりを取った。わあ、いいし、お酢、お酢ね、粉を作ったんだな。おお、絞り、粉が上がったな。アンド玉ねぎ醤油と瓶、あ、カゴだ。あ、味噌作りで、胡椒鍋だってでかいね。茶釜、うん、瓢箪、どぶろく桶、味噌桶。釜も使ったな。馬に乗せるやつ、馬に乗せる。あ、こら、蚕だね。あら、これも懐かしいね。蚕かつ。ねえ、蚕かってさ。蚕ね。お寺さんでも蚕を飼ってたのかな。副商売で飼ってたから。で、お隣が。お寺です。明善寺お寺。ここ4階だったっけね。だから高いんだな結構ね。
全然回るんですよ。おこっちの眺めが消毒に、うん、普通のゲームは結構あるの、もう普通のゲームしちゃったり、ああ維持費が大変だなこれな、うん、吹き返すのが大変だと思う。あ、十二時になっちゃった。こちらは本堂です。先ほどそこが閉まってましたけども、本堂です。本尊。取り替えよう。色味です。天井の針がすごいね。先ほどの左明殿寺と古里、住職の住まいだそうです。ここが、冬場のいい景色だって。ああ雪が降るといいのかな、うん。雪が降るといい景色になる。新島市を呼んでますが、結構気がします。上流道金の小さいの、その辺が小さいの、あの下流にいますが、うん、序列があるんです。こちらに金魚と、うん、お腹パンパンだな。見えない。あ、これか。こんなとこに餌があるのかな。
ええ、逃げもしないです。うん、こちら、うん、流れてくる草を取ってます。でかいニジマスが泳いでますよ。ええ、この入る、マークですよ。はい、やりたい。うん、20センチを逃げましょう。悠悠と泳ぐ。うん、こと見られてます。うん、かげる。これは大きい。たくさん泳いでます小さいのが濃いような気持ちがいただけると
ってるんだろうな、ここにこうやってると。白川郷の展望所となっているところに今上がってます。来て田んぼの方になるんだな。この坂道を登ってます。高いところ、多分一望できるようになってると思うんで、頑張ってます。展望所上がってきました。あ、これは一望になると。白川郷の全部です。小川がとうとうと流れています。最初行ったお寺の方ですな。あ、光っていいな。この川は、これは道だな。道の方、これが神社で、これだ、妙殿寺と、お住まい。これは白川郷の全景です。あの向こうに見えるのが棚田。行こう、行こう、行こう、ね、棚田って田んぼ、だんだん畑、うん、ここはもう10キロ離れたところから撮った映像です。
神社かな。名前が書いてない神社ですな。国指定重要文化財だけど、これ国指定文化財、これポイントが大きいね。先ほど一番大きいっていうのは長瀬家とか、大きいね。水蓮です。国重要文化財の和田家です。田んぼの中にあったりって、書いてありましたけど、ちょっと逆光に聞こえないかな。これでほぼ一回りしてきました。この展望台あの上です。100メートルくらいあるのかな。そこの道を通って行ったんだ。先ほど展望台から見た大通りです。一応一般車は通行止めになっているんですが、結構地元の車たちが通ります。何ですかな。みんな呼べない。何て書いてあるかわからないな。